自分ではまあどうしようもないことで公式戦から遠ざかってしまって、まあその間にも支えてくれた家族や友達で、まあ自分のまあ可能性信じた道を開いてくれた方々にまあ感謝の気持ちをプレーで表そうという気持ちで臨みました。そんな試合で初出場初得点取ったわけですけど、その場面っていうのを気持ちを振り返ってもらって。そうですね、まあ確かゴールキックからまあ自分が淳さんに落として、その後淳さんがバジェに多分狙ってクロスで、まあその後バジェが潰れて自分が後ろから入っていって、まあいいタイミングでシュート打てたと思います。その他のプレーのところでもこう自分の特徴を生かせたなっていうふうに感じるところはありますか？そうですね、やっぱ海外ではそういう対人の部分はすごい自分を向上したと思うので、まあ、その部分を出していこうというのありましたけど、まあ課題もすごい見つかった試合だと思います。次ホームに戻る前にアウェーもう一戦ありますけど、その試合に向けてこうどういったことを1週間取り組んでいくか。そうですね、まあ新加入の選手も僕含めてたくさん入ってきて、まあ、フォーメーションもちょっと変わって、あと1週間維持をして次の試合に向けていきたいです。最後にファンサポーターにメッセージをお願いします。次の徳島の試合でもゴール目指して頑張りますので応援よろしくお願いします。ありがとうございました。